はい、皆さんこんにちは、ピカです。ダークソウル3ダウンロードコンテンツやっていきたいと思います。はい、久しぶりですね、ダークソウル。さあ、それではやっていきましょう。Merciful Goddess, Mother of the Forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. なんだこいつ。アリアンデル。Wait, 人名か。You've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. You don't know how long I've searched. Oh, don't mind me. Didn't mean to fall apart. Now, Ashen One.I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek.Thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it.Ashes were too. なんだこいつは。Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon.アリアンデルは地名か。Ah, yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. 同じことか。なんかまた変わったの出てきたぞ。
本編のね、それとレベルね、アホみたいに上がってますけどね、189になってますけど、これね、筋力99になったらどうなるかちょっと試してみたかったんで、個人的にやってたんですよ。まあでも全然、変わらないような気するな。まあ今やってるの2周目のデータなんですけど、2周目の敵だから変わらなく感じるのかな。強いんですよね、とにかく。またボコボコにされてるんですけど、まあこのね、ダウンロードコンテンツも2周目のデータだったら2周目の強さになるっていうことなんで、まあ相変わらずボコボコになると思いますけども、今回この槍とかも使ってみながらやっていきたいと思います。で、今のアイテムは、これか。霊気の蓄積を減らすのか。これ本編にもあったっけ。本編のね、アイテムすらまだ何が何かはちょっとわからないんですけど。お、寒い国だ。アリアンデル映画世界。行けるのか。ああ、行けるのか。もうこれ2周目なんで、ここまでようやく、このダウンロードコンテンツやるために、ようやくここまで来たんですけど、雪原。ちょっとどんな敵か気になるんだよな、これね。早速死ぬことになるのかな。え、これあんたスタート地点じゃないか。あ、こう逆に見てたのか俺。じゃあ引き返すわけにいかないだろう。あ、登っていける。え、あー、囲まれてる。あれ、なんだ、人か。囲まれてるって。あと、ちょっと待って。あいつ、こいつダメだ。久々のこの緊張感。早く来てくれよ。早速ですが、エストを使わさせていただきますよ。てくれ、おい。勇気の兜。
れだ。これか。おお。これもなかなかどんな感じなんだ。おお。なかなかいいじゃないか。強そうですね。よし。まあこれにしとこうか。でもね。でもだいぶ違うのかな。物理 3.6 とか重さがね、大盾使ってるんでね、あんまり重くないな。結構違うのか。まあ魔力たちはこっちがいいのか。そしたら、まあ今はどうかな。何でもいいか。これでいいや。どこ行けばいいんだろう。これ槍はね、横にとか素早い犬とかちょっと苦手なんですよね。敵か。違う。どこだ。あ、こっちか。いってえなこいつ。雷の槍を食らいなさい。あれ？あ、こう吹雪だとね、迷子になるよね、これ。なんかまたいるぞ。おいおいおい、そうだね、道しるべつけていこう。はい。ん？なんだこいつ。アブがいる。アブ、うわー、アブ危ないよ。毒の奇跡。ここは行った。こっち行けないよね。なるべく早くサクサクと。どうせボスでまた20回ぐらいね行っちゃうんだから。ん？いっぱいいるぞ。こいつは1体だけ来てくれ。1体だけ。おい、お前来てろ。おい、よし。おい、あいつこっち来たぞ。いて、タイミングが。うわ、まだか。はい、行ってくれ。で、ここに2人いたよな。
あー、お前二人来んな。回り込まないと。いて。いってえなこいつ。はい、そしてお仏、お仏、うわぁ、何これ、あれあれ戻った、え、どうなったんだ、ワン言ってる、ワン言ってる、おい、ワン、ワンか、ワン、ツー、ワン、ツー、おい、どこだ、ワンはどうすればいいんだ、あれ間違えた、ちょっと難しいぞ、やりじゃちょっと、でっけえの来たぞ、カクッといかれるぞ、
来たのか。いや強いわ。ああおい、誰こいつ。いやー強い。あのワンは ここから落ちてきたんだよね。とりあえずあのでっけえボス犬倒さないとな。どこ行った？どうしてったの？どこ？開いた。体験で行ってみるか。あれ？これだっけ？棺の体験。これで薙払いで。こいつら、あれか？無限の。あのボス倒せばなんとかなるか。ほんと怖えな、これ。あいつボス？違うね。お前怖いな。ボスどこ行った？ここなんか行けるか？行けそうだぞ。ここなんか行けそうだ。え、ここが行くべきとこなのかな？あ、なんかここが行くべきとこじゃないの。なんか来たぞ。とりあえずでもあのボス倒そうかな。あ、ここにいるな。人もいっぱいいたよね。え？え？なんだこいつ。木動いてる。
ここにもいるか。あの木、あれ？ここじゃない。これで終わりだったのか、行き止まりか。あ、勇気のシャベリン。これか？違う。あ、これか。あ、こいつ持ってったやつかな。うん。もう投げるのか。ああ、あれ投げてたもん。
おうおうおう。投げるのが低いな。よし。なかなかかっこいいぞ。ここで犬退治はしたから、あと S と5つでさっきの強敵っぽいやつ倒せるかどうかだね。ここだよな。この崖の下行くんだよね。まあ無理っぽかったらかがり火に戻ってと。あれ、来てください。盾持ってるなこいつ。なんか本田平八郎タバカツみたいな。注意だな。するかな。あれ、こいつ盾持ってないやつか、新しいやつか。火の矢で。あれ？ダメだ。とりあえずあいつだけぶっ殺して。やばいぞ。
てるわ。まだいるの？難しいなこれ。ああ見えない体で行こうかな。これダメだったな。こんなの相手してるだってさ。いいからあっち行ってくれお前。追いかけてくるぞ。呼んでる。おい呼びまくんな。何匹来てんの？勘弁してくれ。あれ倒さなきゃいけねえの。あれ倒せばいいな。
し。おいおいおい、なんで復活してんのお前。頼むから行かせてくれ。囲まれたらダメだからね。ここかがり火ないの。どっか。ダメだよね。はい、今回はここまでにしときます。今度はもうリベンジでね、あいつ倒していきたいと思います。ほんとこんな終わり方でごめんなさいね。はい、それではまた次回お会いしましょう。